イーリアスの表紙、イーリアスは、コメーロスによって作られたと伝えられる、長編女子誌で、最古期の古代ギリシア史作品である。ギリシア神話を題材とし、トロイア戦争10年目のある日に生じた、アキレウスの怒りから、イーリオスの英雄、ヘクトールの葬儀までを描写する。ギリシアの女子誌として、最古のものながら、最高のものとして考えられている。 女児史観を構成する八つの女児史の中の一つである。もともとは、交渉によって伝えられてきたものである。オデュッセイア第8巻には、パイエー消す人たちがオデュッセウスを歓迎するために、開いた縁に、そのような学人、デーモドコスが登場する。オデュッセウスは、デーモドコスの歌うトロイア戦争の物語に涙を禁じ得ず、また、自身で、トロイの木馬の下りをリクエストし、 再び涙を流した。イーリアスの作者とされるホメーロス自身もそのような学人だった。ホメーロスによってイーリアスが作られたというのは紀元前8世紀なば頃のことと考えられている。イーリアスはその後紀元前6世紀後半のアテナイにおいて文字化され紀元前2世紀にアレキサンドリアにおいてほぼ今日の形にまとめられたとされる。 ホメーロスの女子詩は老称の開始において、ムーサへの祈りの句が入っている。それは、話を始める契機としての重要な宣言とともに、自然な形で詩の中に織り込まれている。イーリアスでは、最初の行は次のようになっている。言葉の順番に意味を書くと、次のようになる。ホメーロスの劇的構成というのは、この最初の一行より始まっており。 なぜアキレウスが怒っているのかという聴衆の興味を引き付けた後、出来事の次第を息も継がせぬ緊迫感で展開する。先の戦いで、赤ヤ勢はトロイア側にささやかな勝利を収め、戦利品を手に入れた。しかし、その戦利品の中には、光明人ポイボスアポローンの神官であるクリューセースの娘、 クリューセイスもまた含まれていた。戦闘の混乱の中で赤いア,ア勢に囚われた娘を返してもらおうと、新官クリューセイスは赤いア,ア軍の陣地を見継ぎ物を携え訪れるが、おごった赤いア勢はクリューセイスを侮辱する。目的を果たせず、海辺を一人戻るクリューセイスは、自らが仕える神アポロンに祈り、赤いア軍に報いをと求める。 ムーサの言葉は劇的に展開し、クリューセイスがこう祈るや、オリュンポースの高みより、ポイボスアポローンが銀弓を手に空を飛び、赤いア軍の陣地の上空に至るや、数知れぬヤを追いかけ、赤いア軍陣地は神の送る薬病に悲鳴を上げて倒れる兵士たちの、シュラバと変ずる。しかし、勇壮なアポローンの活躍を滑車した後、なお、なぜアキレウスは怒っているのか、その理由は不明である。 こうして、死はさらに続いていく。昼がいって、このようにアキレウスが怒りを抱いたというのは、一体、戦いのどのような時点であったのか。それは、パリスに奪われたヘルネーを取り戻すべく、ヘルネーの夫、メネラーオスをはじめとする、赤いア族がイーリオスに攻め寄せてから10年の歳月が流れた時のことであった。ギリシア勢は、メネラーオスの兄で、 ミュケーナ王のアガメムノーンの指揮のもとで戦い、イーリオス勢はプリアモスの長子ヘクトールの指揮のもとに戦っていた。アキレウスは友人パトロクロスと共にミルミドーン人たちを率いて戦いに参加していた。このような背景の中で、神官クリューセースの神アポローンへの祈りの事件が起こったのである。アポローンの矢による薬病の発生から10日目。 アキレウスの発議により集会が持たれた。カルカースによってアポローンの怒りを鎮める必要があるため、検索がなされた。それは、身の代なしに娘、クリューセイスを神、新官クリューセイスに返すというものだった。クリューセイスは、アカイア勢の総帥アガメムノーンの戦利品となっていた。アガメムノーンは、やむを得ず、娘を解放することに同意する。 アガメムノーンは娘を失う代償を諸将に求める。それに対し、アキレウスは、戦利品を分配し直すべきでないことを主張し、私には戦う義務はない。しかしあなた方兄弟のために戦闘に参加していると、述べる。アガメムノーンは立腹し、軽率にも、我らのために戦う戦士は、山ほどいる。そなたが義務で戦うというのなら、我らは何時 なしても戦うことができると応酬した。そして、クリウセイ,イスの代償として、アキレウスの戦利品であるブリーセイ,イスを自分のものにする。アキレウスは、アガメムノーンの仕打ちに起こり、母、テティスに祈り、ゼウスがイーリオス勢への味方をすることで、ギリシア勢を追い詰めさせることを願う。テティスが受け合い、ゼウスに頼み込むと、ゼウスもこの願いを受け入れた。ゼウスの妻ヘイラーは、 ゼウスがテティスの願い通りイリオス勢の味方をするつもりではないかと気づき、ゼウスを軟禁したが、息子ヘイパイストスの取りなしで、とりあえず怒りを収めた。アキレウスはその日以降、集会にも出ず、戦闘にも参加しなくなった。こうして、アキレウスの怒りから始まり、イーリアスは劇的な展開において、物語を繰り広げていく。ゼウスは、テティスの願いを、 どのように叶えるのが良いかを考え、ギリシア勢の総対称アガメムノーンを夢で惑わすことにした。アガメムノーンは、ネストールが、オリュムポスの神々は皆、ギリシア勢の味方をすることになったから、全軍で攻め寄せればイーリオスを攻め落とせると説くところを、夢に見た。目が覚めたアガメムノーンは、すぐにでもイーリオスを陥落させることができると思い込み、総攻撃を決意する。しかしゼウスは、 ギリシア勢を劣勢に追い込み、アガメムノンにアキレウスを怒らせたことを後悔させることが目的だったのである。ギリシア勢がビビしく対応を整えると、イーリオス勢も攻撃準備を完了した。両軍はまさに激突しようとしていた。この時パリスは軍勢の先頭に立ち、誰でもいいから俺と勝負しろと言った。メネラーオスは旧敵の姿を見るや、喜び遺産で飛び出してきた。 しかしパリスは、メネラーオスを見るとおじけづき、逃げ出してしまった。これを見たヘクトールは、イーリオスの最悪の種であるパリスの不甲斐なさをなじり、貴様のような格好ばかりの奴は、さっさとメネラーオスに殺されてしまえばよかったのだと責めた。するとパリスは、首相にも、私とメネラーオスで一騎打ちをし、勝った方が、ヘレネート奪った財宝を取ることにしたいと申し出た。 ヘクトールは喜び、ギリシア勢にこの話を申し込んだ。アガメムノーンもこの話を飲み、両軍の戦士が武装を外して見守る中、両者が一気打ちを行うことになった。退治するパリスとメネラーオス。双方が槍を投げるが、両者ともにこれを避けた。次にメネラーオスが剣を抜いて切りかかると、メネラーオスの剣はパリスの兜に当たって砕けた。 パリスがクラクラしているところをメネラーオスがカブトを掴んで自軍に引いていこうとした。するとアプロディー帝がカブトの紐を切ってパリスの球場を救った。メネラーオスの手にはカブトだけが残った。そしてなおも追いすがるメネラーオスから守るために濃い霧でパリスを隠しイーリオスに退却させた。メネラーオスは姿を隠したパリスを探すが見つけることができない。 そこでアガメムノーンは、メネラーオスが勝ったとして、ヘルネート財宝の引き渡しをイリオス勢に申し入れた。ヘクトールは、目の前の出来事に青ざめたものの、誓い通りに、戦いの結果を尊重しようとした。しかし、ゼウスは、トロイアの運命に基づき、アテーナーに命じて、トロイアの武将パンダロスに還元を囁いた。それは誓いを破り、ギリシアへの仇討ちをせよ、という囁きであった。 彼が矢を放った結果、メネラーオスは傷を負い、それを契機に再び戦いが始まった。アキレウスなしでも優勢に立っていたギリシア勢も、名だたる英雄たちが傷ついたことをきっかけにして、総崩れとなり、陣地の中にまで攻め込まれる。これを見たパトロクロスは、出陣してギリシア勢を助けてくれるようアキレウスに頼んだが、アキレウスは首を縦に振らない。そこでパトロクロスは、 アキレウスの鎧を借り、ミュルミドーン人たちを率いて出陣する。アキレウスの鎧を着たパトロクロスの活躍により、ギリシア勢はイーリオス勢を押し返す。しかし、パトロクロスはイーリオスの王、プリアモスの息子で、事実上の総大将であるヘクトールに撃たれ、アキレウスの鎧も奪われてしまう。パトロクロスの死をアキレウスは深く嘆き、 ヘクトールへの復讐のために出陣することを決心する。アキレウスの母テティスは、アキレウスのために新しい鎧を用意し、アキレウスに授ける。出陣したアキレウスは、イーリオスの名だたる勇士たちを葬り去る。形勢不利と見てイーリオス勢が、城内に逃げ去る中、門前に一人、ヘクトールが待ち構える。ギリシア勢とイーリオス勢が見守る中、 アキレウスとヘクトールの一騎打ちが始まる。アキレウスはヘクトールを追い回し、ヘクトールは逃げ回ってイーリオスの周りを三度回る。しかし、ついにヘクトールはアキレウスに撃たれる。アキレウスは、ヘクトールの鎧を剥ぎ、戦車の後ろにつなげて引きずり回す。復讐を遂げて満足したアキレウスは、様々な商品をかけて、パトロクロスの霊を慰めるための競技会を開く。 競技会が終わった後も、アキレウスは、ヘクトールの遺体を引きずり回すことをやめない。ヘクトールの父プリアモスはこれを悲しみ、深夜、アキレウスの元を訪れ、息子の遺体を返してくれるように頼む。アキレウスはプリアモスをいたわり、ヘクトールの遺体を返す。ヘクトールの葬儀の記述をもって、イーリアスは終わる。古代ローマ期は、詩人エルギリウスが、ローマ建国を描いたジョジシ、女児詩。 アイネエイスはイーリアスを下敷きとしている。作中では、破れたトロイアの武将アイネーアースが放浪の果てにたどり着いたイタリアでの出来事が語られ、その子孫がアウグストゥスの家系であることを示唆する描写がある。1987年、マリオンジマー・ブラッドリーはイーリアスを元にした歴史ファンタジー小説ザ・ファイアーブランドを発表した。日本では ファイヤーブランド三部作、太陽神の乙女、アプロディーテの贈り物、ポセイドオンの審判として1991年に翻訳出版された。この小説は、トロイアの王女、カッサンドラーを主人公にしたフェミニズムファンタジーである。2004年に封切りされた映画、トロイはイーリアスのかなり自由な本案である。配給元の大規模な宣伝や人気俳優の起用もあり。 映画は工業的には成功を収めたがアメリカ合衆国の映画批評家からは酷評された。何人かの批評家は2004年最悪の映画にこの映画を挙げた。ホメーロスの描く物語とこの映画のストーリーにはごくわずかな共通点しかない。ダンシモンズは2003年にイーリアスを本案した女子史的 SF 小説イリアムを発表した。この小説は 2003年の最優秀 SF 小説としてローカス賞を受賞した。ありがとうございます。